ではゆっくり始めたいと思います。私たちの病院服作ります医療福祉×ファッションの可能性を始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではまずは本日はご参加いただきありがとうございます。諸注意からお伝えします。基本はマイクオフ、カメラオンにしてください。チャットは自由に書き込みをしていただいて OK です。質問もぜひお願いします。体調が悪くなったらいつでも退出して OK です。万が一緊急事態になれば身の安全を確保することを最優先にしてください。何かあれば運営事務局まで気軽にご連絡ください。後日動画を YouTube などに公開しようと思っていますので、顔出しが NG の方はカメラオフにするようにしてください。すみません。もう5時ですね。カメラオフにするようにしてください。はい。ぜひ皆さんにもこのイベント、私たちがただただ話し続けるイベントなのではなく、皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいなと思っていますので、こちら、Zoom 初めての方もいらっしゃるかもしれないんですが、Zoom の下にミュート、ビデオだったりチャットというマークがあるのをご覧いただけるかと思います。スマホから参加の方はスライドスワイプすると出てきたりするかもしれないんですが、基本はミュート、そして画面はオンにすると表情が見えるので、楽しんでもらってるかなと登壇者側がわかるので、ぜひカメラオンにしていただけたら嬉しいです。そしてチャット、皆さんもしよかったらチャットにどこから来たのかなど書いていただけたら嬉しいです。試しに書いてみてください。登壇者もぜひチャットを使ってみてください。みんながどこにあるか分かるように。ありがとうございます。あ、中根静香ちゃん、東京からありがとうございます。皆さんもチャットに登壇者もぜひ書いてください。大阪から、東京から、本当に全国いろんなところから。登壇者も本当に全員バラバラなので、ぜひどこから今参加しているか書いてください。横浜。ちなみに私も横浜から今参加しています。静岡。本当に全国バラバラですね。大阪の堺、広島。本当に全国バラバラ。オンラインだからこそですね。本当に皆さんありがとうございます。こんな感じで皆さんぜひこのイベント中もチャットになるほどだったり、ふむふむとか、これってこういうことですかとか、質問でも疑問や意見でも何でも記入してください。はい、本企画は医療方針延伸会の岸和田リハビリテーション病院 SDX 研究所 SOLIT の3社でお送りしております。企画運営はモーニングアフターカッティングマヘアが送っています。本日のスケジュールがこちらになっております。はじめイントロダクションをさせていただいていますが、この後スピーカー紹介をします。そして第3の病院服についてお話しし、その後医療福祉従事者として考えるファッションを岸和田リハビリテーション病院のメンバーから、その後病院服開発のチームトークセッションを行います。そして最後にこれからの病院服の展開についてお話しできればと思っています。また最後に Q&A も設けておりますので、わからないことや気になることがあれば、いつでもお伝えください。では、ここから始めたいと思います。まずはスピーカー紹介です。では、伊藤からスピーカー紹介をしたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。私の紹介は自己紹介を最後にして、スピーカーの皆さんを紹介したいと思います。まずは岸和田リハビリテーション病院のメンバーからご紹介します。岸和田リハビリテーション病院課長理学療法士の澤井康平さんです。ここに、概要を書いてあるので読んでいただけたらと思うんですけれども、ソリッドのチームと岸和田リハビリテーション病院のチームの、つなぎ役をやっていただいていて、病院からのいろんなお話と私たちのお話をつないでやってくれている大変頼もしい澤井さんでございます。はい、では次の方のご紹介に行きたいと思います。岸和田リハビリテーション病院主任理学療法士の奥間健太郎さんです。奥間さんとは私もこの間初めて大阪でお会いできたんですけれども、場も盛り上げてくれるとても頼もしいこんな主任がいたらいいだろうなって思うようなとても素敵な主任さんでございます。はい、では次のメンバーに行きたいと思います。岸和田リハビリテーション病院作業療法士の5年目の増田遥さんです。増田さんもこの間岸和田リハビリテーション病院で初めてお会いできたんですけれども、すごく5年目って書いてくださってるんですけれども、なんかすごくしっかりしていて、意見もはっきりと述べてくださるとても素敵な方で、SOLITとこの岸和田のコラボレーションもすごく彼女になってくれてるところも大きいんじゃないかななんていうふうに思っています。はい、では次のメンバーお願いします。医療法人清和会 SDX 研究所の、あとはSOLITのプロモノとしても参加していただいています大門恭平さんです。大門さんがこの岸和田とのプロジェクトの、本当に最初のつなぎ役というか盛り上げ役ということでこの話をスタートしてくださってすごく話してるととてもゆるっとしていて話しやすいんですけれども、とてもそのゆるっとした感じから想像できないようなしっかりとした一面も持っていらっしゃって、とても素敵なメンバーがいて、それとしてもとても幸せだなと思っております。はい、では次のメンバーお願いします。はい、SOLIT株式会社創業代表取締役の田中美咲でございます。美咲さんのことも書いてあるので読んでいただければと思うんですけれども、私がSOLITに参画した理由はこの美咲さんっていうぐらい本当にやると決めたことはしっかりとやり通してくれるとても頼もしい代表でございます。今日もこれからお話ししてくれるので皆さん楽しみにしていただけたらと思います。はい、では次お願いします。はい、SOLIT株式会社生産管理デザイン担当の三原逸夫です。三原さんとは私もこのSOLITで初めて出会ったんですけれども、すごく物腰柔らかで、こんな写真の笑顔も見ていただけたら分かると思うんですけどもSOLITのチームをとても癒してくれる癒し担当でもある三原さんなんですけれども、現場から上がってくる声だったりとか当事者の方々からいただいた声を一体どうやったらお洋服の形として実現できるのかっていうのをすごく考えてくださって形にしてくれるとても肝になるメンバー一人でございます。はい、では最後、私、SOLIT株式会社の CS ディレクション担当しております伊藤由紀子と申します。普段は鍼灸マッサージ師もしながらこのSOLITの活動に携わらせていただいていて、現場の視点も普段も見ながらこうやって理学療法士作業療法士の皆さんとかとも一緒にお仕事ができるということでとても嬉しく思っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はこの7人で登壇してお話できればと思っております。ちなみに登壇者の背景には同じようなグラフィックが入っていて、名前の横に岸リハとかSOLITとか SDX 研究所と書いているので、あ、この人なのかと見て分かるようにしておきました。ぜひチェックしてください。では改めまして、すごくオンタイムで進んでおります。まずは病院服について、その開発の経緯などを私から10分程度でお伝えできればと思っております。もちろんこのタイミングでもチャット欄で質疑応答などもできますので、質問などあればいつでもチャットに記入をお願いします。はい、まずはこのおしゃれをしたいという言葉、皆さんも一度言ったことがあるかもしれないですし、聞いたことがあるかもしれないですし、もう日々のことなので意識してないかもしれないんですが、実は内閣府が全国の60歳以上の男女を対象にした平成26年度の意識調査によると、過去15年間で 16% も増加し、おしゃれに関して関心のない人は 20% も減少したと言われています。そんな中で、実は私たちの立ち上がりは、始まりは本当にいつも誰かの一言からなんだろうなということを気づかされまして、SDX 研究所の北浦所長から、今のリハビリテーション服、ダサくないみたいな一言があり、これも全部あくまでイメージ図で、実際はもっといろんな人が関わってはいるんですけど、今のリハビリテーション服、ダサくないという声に対して、それこそ岸リハの石川病院長が、諦めない医療という病院の理念からも、みんなで本当に着たい病院服を作ろうと賛同し、そして大門さんが、着せやすさとか着やすいかどうかを重要視して患者さんのファッションを諦めていたかもしれないという実体験もあり、こうして一人の発言から共感する人の存在があって、そしてさらにまあ、これは私なんですけど、インクルーシブファッションブランドというものをソリッドでは運営していまして、一緒に作りましょうと、業種を超えて共同していこうと始まりました。そしてそもそも、皆さんの中ではソリッドのことを知らない人もいるかと思うので、サクッとご紹介すると、ソリッドは着たいも着れるも実現したいという合言葉のもと活動しているチームです。私たちは障害の有無を超えて服の部位ごとにサイズ、仕様、丈を自分の好みに合わせて選択ができるオールインクルーシブファッションサービスを運営しています。もし運営メンバーだったり知ってる方はチャットにソリッドのリンクを貼ってもらえたら嬉しいです。実際にソリッドの服を着た方々がこんな感じで写真を撮っているんですけど、本当に今までであれば手に麻痺があって着れないものがあったりだとか、肩の可動域制限があって着れないものがあったという方に対しても、その方に合ったサイズや形、仕様を選べるようにしたので、同じデザインだったとしても自分に合ったものを選択をすることができるというセミパーソナライズの服になっております。こんなサービスを運営しているソリッドと岸和田リハビリテーション病院 SDX 研究所が3社共同事業として立ち上がったのがこの事業です。改めて私たちはあくまでコンセプトのようなものを立ててみてはいまして、外に出歩きたくなったり人と出会いたくなったり、服は自己表現の一つでもあり、社会参加の大きな一歩でもあります。患者、社会的弱者、高齢者、障害者という言葉そのものって、そうである自分を認識するのは症状というよりも、もしかしたらファッションのネガティブなパワーの一つなのかもしれないと思いました。なので、病院と街と家と今は分断されてしまっているところを、そのファッションの垣根を越えてどこでも自分らしくいられるようにできたらいいなと思っています。なので私たちはもしかしたらリハビリのやる気につながったり、目標を持てるようになるかもしれないし、もっと外に出歩きたくなったり人と出会いたくなったりするかもしれない、もっと笑いたくなるかもしれない、そんな一歩目としての病院服を変えていこうと立ち上がりました。私たち共同研究の体制図としてはこのような形になっていて、ちょっとこれ情報量が多いので少し説明をすると、岸和田リハビリテーション病院と SDX 研究所が調査・分析をし、私たちソリッドがデザイン・制作をし、それを患者さんや利用者さんに着用していただいたり、継続的なサポートを服を通してやっていくという仕組みになっています。そして2021年5月、本当に3ヶ月前からですね、ヒアリングやアンケート調査、服のプロトタイピングがスタートしました。現状調査としては、着たくなるとは正直なところ言いづらいこれまでの病院服、入院服がありました。もちろんこれでいいという方ももちろんいますし、これが好きという方もいらっしゃるんですが、とはいえこれを好んで着るという方はやっぱり少なかったなと思います。実際にアンケート調査をしたところ、患者様からは患者だと分かる服だと自信を持って家族や友人に会えないとか、着脱しにくくはだけやすい、装具の付け外しがしにくい、気分が上がらないという声がいただいていたりだとか、看護セラピスト側の皆さんからは患者であるということが見た目で分かると外に出た時にじろじろ見られるとか、伸縮性がなく動きにくい、ボタンやその部位が分かりにくくて着脱がしにくい、認知の部分もありますね。で、解除が大変だという声をいただいています。もちろんもっともっとたくさんの声をいただいたんですが、複数の方から出た意見だけを今左側にピックアップしています。実際に私たちはその声をいただいた上でどのようにしているかというと、左側のように調査・条件の洗い出しをし、その後デザインを起こして試作をし、その施策を患者さんに来ていただいて、患者さんからフィードバックをもらう。そしてフィードバックをもらったものをまた調査、条件の洗い出しをして、またデザインに起こして、来てもらってを循環するプロトタイピングというものを何回も回しながら完成に近づけるというフローを回しています。今日参加してくださっている皆さんの中では、そのインクルーシブデザインというデザイン手法だったり、デザインシンキングという手法を知っている方もいらっしゃるかと思うんですが、そのような手法で私たちは運営をしています。そしてこれは実は年内完成予定なんですが、まだまだ検討しなければいけないことたくさんあるので、ぜひ皆さんにもご参加いただけたら嬉しいと思っております。ではここからは医療福祉従事者として考えるファッションに関して岸和田リハビリテーション病院の澤井さんと SDX 研究所の大門さんにお話しいただければと思います。ではマイクをオンにお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。では、僕の方、岸和田リハビリテーション病院の澤井と申します。よろしくお願いします。僕の方では、リハビリテーションの目指すことと、これまでやってきたことを中心に話させていただきます。で、まずリハビリテーションが目指すものなんですけど、障害を持った方が可能な限り元の社会生活を取り戻すということを意味しています。例えば、骨折した方であったり、脳卒中になって、肩麻痺になった方がおられるとしまして、そういった方が手足が動かなくなったり、歩けなくなったりします。そういった場面でリハビリテーションというものが、行っているんですけど、一般的にイメージしやすいものが、麻痺を良くすることであったり、力をつけることとか、歩く練習ということが、イメージされているかもしれないんですけど、そういったことだけではなくて、食べるであったり、今話題になっている行為、着るということであったり、トイレをするというような、日常生活を取り戻すといったこともアプローチしています。そういったことを組み合わせた上で、さらに元の病前を行っていた役割であったり、社会的な活動を取り戻すために、家事動作であったり、買い物、趣味、仕事といった社会参加を達成することを目標として取り組んでいたり、あとは本来持っているその人らしさを達成するということを目指して取り組んでいます。はい、お願いします。で、当院の岸和田リハビリテーションについて簡単に紹介させていただくんですけど、当院はリハの専門病院でして、現在は回復期リハビリテーション病棟と訪問リハビリテーションを実施しています。で、回復期リハビリテーションですけど、157床でして、ここでは主に自宅退院を目的とした集中的なリハビリテーションを受けることができる病棟となっています。で、一方、訪問リハビリテーションに関しては、うちの回復期から退院された方であったり、もともと自宅にお住まいの方を対象としていまして、うちのセラピストが自宅を訪問して、提供しているような状況です。ここでは日常生活といった面だけではなくて、自宅に帰ってからの家事動作であったり、買い物とか、そういったことを獲得するための、屋外歩行したりとか、その人らしく生活できることを、目指して取り組んでいます。お願いします。で、当院として、主に行為動作に関して、病棟とか院内で実施してきたことに関してなんですけど、一般的に入院患者さんは、衣服を選択する上で、病院に限定されることが多くなっているのかなと感じています。で、特に入院初期の方であったり、体が自由に動かせない、重度な方にこういった傾向が強いのかなと思ってまして、この背景としましては、自分で着ることができないであったり、あとは介助がしやすいであったり、一方で排泄であったり排便のことで衣服を汚してしまうといった面があり、病院を選択しています。で、実際私たちが日常的には、昼よく着ていた服を夜には着替えてといった生活をとっていると思うので、当院でもできる限り家族さんに衣服を依頼したりしながら、着替えの習慣を私服で行えるようにというのを取り組んでいます。またそういった昼と夜の区別をつけることで、患者さんにとって生活リズムをつけることが大切だと感じて取り組んでいます。はい。で、一方、リハ職として実施してきたことなんですけど、ファッション、行為動作と、両福祉の関わりというところなんですけど、脳卒中の方の、麻痺側の手を通すときに、肩からずれ落ちやすい、主に前開きの衣服に関してなんですけど、肩からずれ落ちやすかったり、肩まで上げることが非常に難しくて、ここに関しては患者さんも重度な麻痺がある方に関しては、なかなか自分でできないですし、セラピストにとっても指導する上で非常に難重する点があるかなと感じています。そういった点に関して、作業療法の方で、右手の麻痺を治すような課題をしたりとか、動作方法を提示するということもしますし、一方でここに書いているように、目印をつけて肩までしっかり上げるっていうような意識づけをして、取り組んでいます。お願いします。で、またですね、同じように前開きの服に関してなんですけど、認知機能障害のある方に関しましては、袖を通す場所がわからないといったことも見受けられます。特に記憶障害のあるような方に関しましては、衣服の前後がわからないとか、左右がわからないとか、そういった点がやはり課題になることが多くありまして、そういった点に関して、まず衣服のどこに手を入れればいいのかっていうところを、ここに書いているように緑のマークをつけさせていただいて、そこに手を通しましょうっていう形でさせてもらってます。こういったことを作業療法の一環としてテープをつけるっていうこともしますし、もちろん動作手順を分かりやすく提示したり、それを反復して練習することで動作が獲得に至るっていうようなケースにもあります。はい、お願いします。で、またですね、肩麻痺の患者さんに対してですけど、退院後に自宅生活した後に仕事に復帰するためにシャツを着たいんですといったような相談を受けることも実際問題ありまして、ただ一番シャツに関してすごい課題になるのが、袖口のボタンを片手で、僕たちも実際しようと思ったらすごいスーツのシャツとか難しいかなと思うんですけど、片手でするっていうことが非常に困難な部分になってます。そういったことに関しましては、こういったマジックテープ、ボタンからマジックテープっていうものに変えさせていただいたり、一方ですね、ズボンに関しましては、ズボンがずれるっていうトイレをした時とかですかね、ズボンがスッと落ちてしまうっていうことがあったり、ボタンと同じような感じでホックがつけることが難しいといったことが挙げられます。こういったことに関しまして、現場としましては、今のところはこういったズボンが極力ずれないように滑り止めをつけさせていただいたりということでアプローチさせていただいてまして、なんとか時間はかかってはしまうんですけど、達成できているかなっていうような現状があります。こういった日頃すごく試行錯誤しながら、なんとかできる方法を考えながらやっている一方で、こういった形に関しましては、実際どの方法がいいのかっていうのが、明確になっていないっていうのが臨床上やはりありますので、そこは今後も悩みながらしていかないといけないのかなとは感じているところです。はい、お願いします。してですね、一方、今までは衣服の着方っていうところで、メインで話してきたんですけど、実際患者さんの視点としましては、着たい服といったことを、当然言われる方もいまして、この左に書いているようなワンピースとか、スカートといったことが、患者さんから着たいんですっていうふうに言われたりもすることがあります。ただ、こうしたときにワンピースであれば、実際、女性の方がトイレをしようとしたときに、こんだけ長い衣服であれば、ちょっとさすがにしにくいなというふうに感じてしまったりとか、このようなかぶり物の服であれば、なかなか自分で着ることが難しいといった問題も出てきたりします。また一方、スカートに関しましては、下が広がっているので、足元が見にくいとか、それによって転倒する可能性があるとか、またこういったスカートに、実際いつも歩くんであれば靴を履かないといけないっていったスニーカーであればちょっと相性が悪いのかなっていったこともありまして、なかなか実現するのが難しいかなということがありまして、僕たちが日頃行うこととしましては、着たい服というよりかはどちらかといいますと、右に書いているような着やすい服っていうのを提案しているっていうような現状になっています。はい、お願いします。でそういったさまざまな課題があり、現状解決していないだろうということに関してなんですけど、病棟であったり院内の一日の生活を通して考えると、まず患者さんが着たいと思う服をそもそも選定できていたのかっていうところがまず一つ感じるところです。そして、一方で患者さんが着たい服っていうところと、スタッフ自身、介助する側としても、それが一方介助しやすい服なのかとか、トイレを介助する上で効果的だったのかっていったところも感じるところです。また、うちみたいなリハビリを中心にするような病院であれば、運動に適した服なのかとか、動きやすい服なのかっていったところが問題として挙げられます。また実際のリハビリのセラピストの現場としましても、先ほど伝えさせてもらったように、実際着替えれてはいるけど、それが本当に患者さんが好んだ服だとか、病前から着てた服とか、退院後も同じような服を着るのか、そういったところまで掘り下げていけれてたのかっていうところは、すごく今回の気に思うところです。で、そういったことであったり、患者さんの能力に応じた服、どちらかと言いますと、着やすい服、着れるような服っていうのを、僕たちは選択する傾向にあるのかなっていうところと、あとは加えて、現在着ている既製服、既製品の服から、なんとか着方を工夫するにとどまっているのかなというところでして、オーダーメイドの服をするっていうような、なかなか選択はできなかったなっていうところが、一つあります。そういったことであったり、様々な病態がある中で、そこに特化した着やすい服っていうのが、今までなかなかなかったり、なおかつそれにおしゃれだなって感じるような服が、今のところないのかなというふうに感じています。はい、お願いします。で、最後にですね、リハビリテーションを進めていく中で、その人らしさっていうところは、決してなかなか簡単に達成できるものではないのかなっていうふうにも感じています。ただそこを当院の理念にあるように、諦めずに追求し続けたいなっていうふうには感じているところです。入院している段階から社会参加に取り組むということに関しては重要だなというふうには前々から認識はあったんですけど、実際問題になかなか取り組む機会というのがすごい少なかったなというふうに感じています。この理由に関しましては、入院している段階からなかなか退院後の生活を患者さんもセラピストもイメージすることができないということであったり、どうしても入院中に関しましては、なんとか家に帰れる方法を考えるとか、まずは一人でできる方法とか、そういった面が重要視される傾向であるので、なかなか難しかったなというふうに感じています。ただ、今回ファッションっていうようなキーワードの切り口から考えますと、セラピストと患者さんが退院後に人に会うためにどんな服を着るかとか、外に出るために患者さんが着たい服は何なのかとか、そういった視点から考えるということは、すごく入院中からも社会参加を考える一つのきっかけになる可能性があるんじゃないかなというふうに感じています。そういった様々な課題を解決できるような病院服っていうのを今回開発していきたいなというふうに感じています。以上です。はい。では、ここからは、SDX 研究所の大門と申します。ここからはですね、障害者の方とか、高齢者の方を対象に、ファッション、または衣服というワードで、どんな研究があるのかなというのを少し、ご紹介させていただきます。次お願いします。まず、現場の課題ですね。課題が、この左側の、表を見ていただいても分かる通り、ご高齢者の方、不満点っていうのが、体型が変化したので、持っている服や既製服が合わないということや、また視力や指先の機能が低下したので、なかなかボタンが留めにくいというような不満が現場でも多くありますし、こうしてデータとしても見られています。一方で、じゃあどういったこの衣服を入手しているのかというと、6割ぐらいの方が既製服をそのまま着ることが多いというようなことで、既製服っていうのはなかなか障害者の方とか合わないにもかかわらず、既製服で対処してきた傾向があるというような課題がございます。次お願いします。で、さて、その心理的な部分であったり、おしゃれについてどう思ってるんだというところで、300人ぐらいのご高齢者の方にアンケートを取った報告です。で、左側の表のように、おしゃれに関心があるという方は、やはり6割ぐらいの方がおられますし、右側の表のように、大体 68% ですね、自分らしさを表現するということも非常に大切に思われているんですが、一方で機能的な部分ですね、暑さや寒さを防ぐような機能がついた服っていうのを求めてらっしゃるというところで、相反するようなこのアンケート結果になっています。次お願いします。果たして、ではなぜこういった相反的な部分があるのかといいますと、これはあくまで考察なんですけども、皆さんもご存知かと思いますが、このよく言われるマズローの欲求とかですね、この生理的欲求、安全の欲求、また承認、自己実現の欲求のように言われてますけども、これをファッション行動と照らし合わせてみた場合にですね、生理的な欲求のファッション行動は防寒などの体温調節、安全の欲求であれば怪我から身体を守るといったように、医療分野では比較的、機能的な衣服の在り方っていうのが、こうしたこの欲求の部分からですね、重視されてきたんじゃないかというふうに考えています。次お願いします。一方で、社会参加を目指してあったりだとか、他者との関わりっていうのを意識したときに、このように自己実現の欲求であったり承認の欲求をファッション行動で見た場合、他者にいいねと思って褒められたいとか、自分らしさを追求していきたいというような、部分に該当するかと思います。ですので、多様な社会参加の実現においては、こうした部分っていうのにも注目する必要があると考えています。次お願いします。で今まではその社会参加っていうワードでしたけども、実際にその日常生活活動でどうなんだというところで、こうした報告がございまして、右の絵のようにズボンのチャックのところを全てファスナーに変えたりだとか、大腿部の部分をファスナーに変えることでトイレの脱ぎはぎの動作がだいたい35秒から19秒ぐらいに改善するといった報告や、次お願いします。あとはですね、その当事者の方だけではなくて、介護側の負担ですね、ボタンをすべてこの、ベルクロですね、マジックテープとかに変えることで、介護者の身体的精神負担が軽減するというような報告がございます。次お願いします。そして、いろんな、海外のですね、たくさんの研究をドバッとこう見たときに、障害者の衣服の役割っていうのがどういうことがあるのかっていうのを見た研究です。で、この紫の部分ですけども、やはりこの衣服のデザインとかを変えることで、活動の部分ですね、特にこの移動の距離が例えば広くなったとか、セルフケア能力ですね、トイレ動作がこうしやすくなったとかっていうようなところに影響を及ぼすと。そしてこの緑の環境的なところで、そうしたこの改善を及ぼす要因としては、やはりこのソリッドさんのようなプロダクトであったり、最新のテクノロジーなんかが影響するんじゃないかというふうに報告されています。すいません。で、はい。ではですね、トークセッションに行きましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。では、続々と質問もチャットに来ているんですが、最後にまとめてお答えしますので、気になることがあれば Zoom のチャットにコメントをお願いします。では、伊藤から進行をお願いします。はい、ではここからはですね、岸和田リハビリテーション病院のスタッフの皆さんと、ソリッドの、メンバーとですね、トークセッションに移っていきたいと思います。トークメンバーはですね、私と、ソリッドの三原と岸和田リハビリテーション病院の増田さんと奥間さんの4名で話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと時間が20分と4人で語り尽くすには短い時間にはなるんですけども、皆さんに熱い思いをですね、聞けたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。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 では、まずはですね、それぞれ皆さんがどの、このプロジェクトにどういうふうに関わっているのか、一言ずつご紹介いただけたらと思います。では、増田さんからお願いします。増田です。よろしくお願いします。私は病院で勤務してまして、作業療法士をしているんですけれども、私が言うのもちょっと大口叩くのもあれなんですけど、私の職業はその人らしさを追求するスペシャリストだと思ってるんですけども、やっぱり入院してると、障害があったりとか、病院の制約があって、衣服の選択ができなかったりとか、生活の人らしさを選択しにくいっていう状況が、出てるんです。で、今回こういった機会をいただけたので、まず衣服から何かこう変えれるところがあったり、選択肢を増やせることはないかなと思って、このプロジェクトに参加させてもらいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、交互に行けたらいいかなと思うので、伊藤さんお願いします。はい、ソリッドの三原です。よろしくお願いします。僕は普段はアパレルの企業で働いておりまして、でソリッドのメンバーとしては生産管理とデザインの業務を受け持っております。アパレルの業種自体がなかなか今環境問題等で苦しい中で、後世に伝えるアパレルというのはどういうものかなというのを、そういった中で考えていけたらいいかなと思って、この取り組みに参加してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、奥間さん、お願いします。はい。岸和田リハビリテーション病院の奥間です。私の方がですね、病院を退院された方を対象とした訪問リハビリをしておりまして、その中で利用者様であったりとか、そのご家族様から、衣服に関する悩み事であったりとか、課題とかっていうところを抽出して、いかにその人らしく、地域で生活できるのかどうか、社会へ参加できるのかどうかっていうところのこのきっかけ作りを、なんとかこう探していこうかなと思っているところで、今回このプロジェクトに関わらせていただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。奥間さん、澤井さんから背景が逆だというツッコミを本当ですか？あれ、やってしまいましたね。では最後に私もちょっと自己紹介させていただくと、SOLITの伊藤由紀子と申します。私はこのプロジェクトにどう関わっているのかっていうと、臨床の立場でもあるので、病院の皆さんから上がってくるいただいている意見と、お洋服を作ってくれる伊藤さんとか、SOLITのチームとの間役としてどんなことがどんなふうにこう取り入れていけば実現できるのかみたいなところのヒントになるような通訳的な役割をさせていただいていたりとか、いろいろ皆さんと日々打ち合わせさせていただいたりとかをしております。よろしくお願いします。はいはい、では、早速トークの内容に入っていきたいと思います。先ほどの大門さんと澤井さんのお話もありましたけれども、入院中と退院後と増田さんと奥間さんそれぞれ関わっていて、それぞれ現場でどのような衣服の課題を感じていらっしゃるのかっていうのを、伺っていきたいなと思ってるんですけど、入院されて退院後っていう順番だと思うので、入院中の、ところから、退院後どんなふうにつながっていくのとか、どんな違いが出てくるのかとか伺えたらと思います。お願いします。はい、増田さんから。はい、入院中の服について、先ほどちょっと写真があったと思うんですけど、ちょっとやっぱり皆さん着たいとは思えないと思いますし、で素材がすごい硬くてですね、練習動かない方で片足が動かない人っていうのが着にくいで、練習もしにくいですし、もともと着てた服とかけ離れてると思うんですね。でそこであまりイメージが湧きにくいっていうところが課題かなって思います。あとはちょっとつながりの部分でいくと、着やすい服を選びがちになってしまうので、それによって社会参加したいときにその服しか選べないっていう選択肢が、さっき言ったみたいに狭まってしまうかなっていうふうに感じております。ありがとうございます。奥間さんは退院後の方々に伺ってると思うんですけども、何か感じている課題はありますか？そうですね。やっぱりこう本当に着たい服を着れてない、着やすい服を着ざるを得ない現状っていうところがすごく多いのかなと思ってまして、特にこういうふうに入院退院を経て、そのご病気であったりとか障害と長くこうお付き合いされている方に関しては、自分のできることとできないことっていうところをこう明確にもう線引きしてしまっていて、なかなかチャレンジすることであったりとかっていうところが、なかなか難しくなっている状況っていうのがすごく課題として挙げられるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。なんか私たちもこのプロジェクトに関わらせていただいて、初めていろんな方の行為の動作を見させていただいたりとかして、結構皆さんやっぱり想像はしていたけれども、実際に見させていただくと、そのさっき言っていただいた硬いとか着たいものが着れないみたいな課題を抱えているのかなっていうのをすごく実感させていただきました。でこういった課題に対して、SOLITとこの岸和田との取り組みの中でファッションで解決していこうと思っているわけですけれども、ファッションで解決できること、またはしていこうと今思っていることを伊藤さんからぜひお話しいただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね。やっぱり病院の中で行われていることって、今まで日常的にやってきたことが何かの支障によってできなくなってしまって、これをまたやりたいだったりとか、そういった意欲のものの後押しになることをやられているのかなと思うので、やはりファッションがやれることっていうのは、その着たいっていうことですね。服をまず着たいと思えること。で、着て自分を想像して誰に会いたい。で、その人とどこに行きたいみたいな。そういったしたい気持ちっていうのの後押しになるものっていうのが、ファッションにできる力のところなんではないかなと思っています。ありがとうございます。なんかこの点に関してこの間それこそ1個目の、この美容服のプロトタイプを皆に見ていただいた機会もあったと思うんですけれども、実際に手に取って見ていただいたりとかして期待することだったりとか、こんなことはここの部分はぜひ実現してほしいなって思う部分だとか皆さんありましたらいかがでしょうか。じゃあ奥間さんから、増田さんからお願いします。すいません、増田さん、じゃあ僕から行かせていただきます。すいません、本当にもう漠然としたことではあるんですけど、ワクワクするもの、その人にとってすごくきっかけになるようなことっていうところを生み出せるぐらいのこの可能性っていうのが、ファッションにはあるのかなっていうのが今回のこのSOLITさんとの取り組みですごく僕個人で感じていることで、セラピストとしてもこのファッションにアプローチすることって今まであんまりなかったのかなとは思ってまして、そういうすごい選択肢が広がる、可能性が広がるっていうところで、ファッションっていうところにすごく大きな期待をしています。はい。ありがとうございます。すいません、増田さん、お待たせしました。いや、先日のプロトタイプの見学させていただいて、患者さんの口からですね、これやったら家族に恥ずかしくなくて会えると、すごい前向きな笑顔で答えていただいた。それがすごい印象的で、そういう何かを、さっき伊藤さんが言ってくれたみたいに、何かをするためのきっかけとかになるんじゃないかなと、もっとその人らしさを引き出せるのがファッションの力なのかなっていうところが、その時に思って、はい。ありがとうございます。津尾さんもこの間プロトタイプを実際に試していただいていろいろ感じたこともあるかなと思うんですけれども、改めてなんか最初はどんな方が実際に来てもらったらどうなるのかちょっとわからないままのスタートだったと思うんですけれども、実際来ていただいてなんかどうでしたか？そうですね、病院に来てもらって、この着やすさとか構造のところばかりをある程度考えて、でどうしたら着ること自体が億劫にならないかなと思って持ってったんですけど、やっぱりそこで触ってみてもらって、あ、私こういう生地好きだったわよみたいな話をされたりあ、これでこういう色だったら着たいよねみたいな話をなんか自分で考えて想像しながら返答をいただけたことっていうのがすごくやっぱり印象的で、なんか自分の中での思い出とかをそういったアイテムから引き出していくっていうことも、なんかいろんな気持ちの上がるきっかけになるのかなと思ったんで、なんかただただ機能で何かしようっていうんではないことがもう一歩あるんだろうなと思って、ちょっともやっとしながらもワクワクしてる感じですね。ありがとうございます。そうですね、結構すみません、私結構サクサク進めちゃって事前に皆さんにお知らせしていたトークテーマを結構早くクリアしちゃったんですけどせっかく時間があるので皆さんにちょっと語っていただきたいなと思っていて、さっき課題と今病院服実際ファッションで解決できそうなところとかを語っていただいたんですけれども、なんかなんだろう、もっと例えばこの点がもっとうまくいったら改善できたらなんかこういう未来が待ってるんじゃないかなと思うこととか、今ファッションをスタートにしてますけれども、なんかもっとこの部分も解決できたらいいなって思ってることとか何かありますか？さっきのコメントで靴とかも書いてくださってたんですけど、何か思うことありますか？そうですね、このファッションっていうところでは衣服っていうところは想像しやすいんですけど、女性であったら化粧であったりとか、あと靴であったりとか靴下とか、装具に合う靴、装具をつけながら履けるハイヒールとかって結構いろんなまだまだなんだろうな解決していきたい問題であったりとか可能性っていうところはすごくまだまだあるんじゃないかなっていうのは個人的に思ってまして、今回のこのファッションっていうところをきっかけに、そういったところも、可能性を広げるっていう形で僕らも携わっていけたらなとはすごく思思ってます。ありがとうございます。大沢さん、急な振りですけど何かありますか？思い当たることが。コマさんに言いたいこと言われちゃったんですけどまあそうですね、コメントでもあったんですけど、靴とか、ね、髪型とかも書いてくれてるんですけど、女性の方とか結構気にされる方多いですし、男性の方でも、ね、おひげとかそういうところ気にされる方も多いと思うので、まあ、そういうところにつながっていくんじゃないかと思いますし、あとはまあ今回ファッションに含まれるかわかんないですけど、下着とかですかね、ちょっとやりにくいっていうのが結構多くって、そういったところも改善できれば、もっと生活の幅は広がるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。なんかやっぱりそういう、まあ、身につけるものとか、あとやっぱりこう外見みたいなものって、すごく人の気持ちをこう元気にしてくれたりとか、やっぱりさっきね、いつも言ってくれたように、何かのスタートのきっかけに人に会いたいとか、そういうのすごくなるなと思っているので、なんかいろんなことにこうつながっていったらいいなというふうに思っています。はい、ではちょっとせっかくこの間プロトタイプもあったので、プロダクトの具体についてちょっと皆さんにお話を伺っていきたいんですけれども、まずちょっと伊蔵さんに今回このプロトタイプ作るにあたって、こだわったポイントとか、ここが難しかったみたいなポイントがあればぜひ教えてください。今回はそうですね、やっぱり一番履いてみてもらってダメだったのが下半身のアイテムですね、まあ、パンツ含めて全てやっぱりこう着にくかったり、まあ、その着用時に脱げてしまう謎の支障があって、やはりその着やすさを構造的に落とし込んでいった時に実用に頼らない仕様っていうのが出てきてしまったんで、まあ、これをどう解消しようかなとは思ってるんですけど、ただやっぱり今回のプロダクトがそのままなんていうんですかね、外に出ていくことがここの病院の服着てるなって思われたり、この人入院している人なのかなって思われたりする、こうモチベーションが下がってしまうような出来事を解消するものなので、なんかよくあるその補助具のように、なんだろう、こう着やすい補助をつけてありますよみたいな服ではなくて、もうあらかじめそうだったよねっていう外観になっていることっていうのがとても大事かなと思っていて、まあ、そこが今回デザインしていくのにあたっての一番のポイントかなと思ってるんですけど、まあ、そことでもそこには隠されて機能が必要だし、着用できなきゃいけないし、着やすくなきゃいけないしっていうところで、まあなんか最終的にはイメージするところはビジョンはあるんですけれども、まあ、その実現まではもう何度かやっぱやっていかないといけないなと思いながら作ってます。ありがとうございます。本当にちょっと手前味噌になっちゃいますけど、伊藤さんが持ってきてくれたプロダクト、私もその時初めて見させていただいて、自分も欲しいなって思うぐらい普通におしゃれだったから、もうずっと伊藤さんにこれ欲しいですって言ってたんですけど入院する時に選べる服っていう感じのイメージで本当にないものが今出来上がってるのかなっていう感じがしています。はい、では現場のお二人にはですね、このプロダクトをこれ今はプロトタイプ1個目が見ていただいて、ここから2個目と作っていって完成までいくわけですけれども、この部分はやっぱり現場としては譲れないよねっていうポイントだったりとか、この部分はすごい良かったからこの間ついてたのですごい良かったからなくさないでほしいみたいなことがあれば、この場で伊藤さんに伝えていただけたらと思うんですけれど、じゃあ増田さんからいきましょうか。はい、そうですね、やっぱりうちの病院は片手が使いにくい、もしくは使えない人が多いので、片手でできるというのは全ての人に適用と言われたらちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、そこはこだわってほしいなっていうところがあって、でボタンがマグネットになってたのはもう非常に好評だったので時間もかからないし、片手でできないことはないんですけど、やっぱスムーズにできるっていうところであったりとか、そういったところもすごい良かったのかなと思いますし、あとはちょっとややこしい形状になってしまうと、認知症の方であったりすると、今まで着てた服と違うからっていうことで混乱してしまうっていう可能性が考えられるかなと思ったんで、なるだけ今までに近い形で、わがままばっかりしてるんですけど、なるべく近い自然な形で着たいって思える、で着やすいものっていうところを追求できればなって考えております。や、もうまさにでもそこで同じ今までやってきたルーティンの同じ動作でさらに右手であれ左手であれ片手でっていうのが、うん、特にまあパンツで一番支障が多かったところだと思うんで、うん、どうしたらいいかなってずっとあれから悩んでます。ありがとうございます。では奥間さんお願いします。はい、僕も実際このプロダクトを来てる患者さん見させていただいて、本当にまあ普段見てる患者さんよりも5歳も10歳も若く見えまして、まあなんか全然普段見てるそのリハビリの風景の時の患者さんと違うなっていうところはすごく、まあすごいの一言で本当にありがとうございました。で、まあもう機能面に関しては増田さんが言ってくれた通りなんです。で、まあ訪問リハビリとしてはその外出したくなるようなこのワクワク感が溢れ出すデザインっていうところをぜひこう何でしょうかね、作っていただけたらなっていうところが、まあ僕でもこのおしゃれな服着たら誰かに見せたくなってこう買い物に行ったりとかしたくなるっていう気持ち、多分皆さんも同じだと思うんで、まあぜひそういった気持ちになれるようなデザインの服をぜひ作っていただけたらなっていうちょっと無茶ぶりをさせていただきましてすいません、お願いします。一番難しいこの話がね。でも実際そうで、今このSOLITのこの服ですね、まあこの病院との取り組みで考える服って、その外に出たくなるも含めてなんですけど、じゃあその構造から全部を考え直そうとすると、じゃあ今までやった、いわゆるテーラーズジャケットじゃなくていいし、シャツだったり、その外出着みたいな、これまでの従来通りのものではないことでもいいと思う。ところに、まあ、気持ちよくいけるものは、もしかしたら、まあ、その既成の洋服っていうものではないかもしれないなとも思いながら作ってってるんで、なんかそういった、こう、新しい服の文化みたいなことになれるのが最終理想形なんですけど、まあ、さらに話を膨らめたところで、まあ、まだ着地はしないので、頑張ります。ありがとうございます。本当に今回プロトタイプを試してきていただいた方々も病院の中で会うおばあちゃんがすごくいつも柄の派手なパジャマを着てて自分もなんかああいうのがいいよねみたいな話があったりとか外に出かけるということももちろんあると思うんですけどその病院の中だったりとかっていうののコミュニケーションでもやっぱりすごくファッションって気にされる方はされるんだなっていうのをお話伺っててすごく思ったのでなんかその辺もこのプロジェクトで叶えていけたらすごくいいなと思っています。では最後にお三方からこのプロジェクトにかける思いみたいなものがあれば最後にちょっと言っていただいて終わりにしたいと思いますのでじゃあ奥間さんから僕ですかやっぱりそうですねまあ本当にこのファッションっていうところにこうアプローチしていくっていうのはすごくまあ可能性に満ち溢れたところでもあるのかなっていうところとこう従来ではまあ考えられないところだったのかなと思いますのでまあまずぜひこの第3の病院服まあ、機能面であったりとか外出したくなるようなワクワク感を兼ね揃えた、まあ、病院服っていうのをまずはちょっとこう成功させたいなっていうところではありますので、まあ、ぜひまた皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。では増田さんお願いします。はい。まあ本当にこの病院服をきっかけにその人らしさを取り戻すきっかけを作っていきたいと思いますし私自身もその人らしさを知るっていうのをもうちょっと頑張っていこうと思いますね。服だけじゃなくてやっぱりセラピストの技量ってところもこの病院を通して皆さんで成長できればと思っております。ありがとうございます。では最後に逸夫さんお願いします。はい、そうですねまあ、普段変わっていなかった業界とつながることで今までこう期待っていうものを優先順位の高い人に向けて仕事をしてきた中で、やっぱりまあそうではなくて、こう、もともとは食べたいだったりとか、避けたいとかっていう欲求が上にある人たちもいる中で、まあその中にはもしかしたら期待って思っていた人がいるかもしれなくて、で、その人たちに向けて、まあどういったものがいいのかなっていうのをちょっと考えながらやっていきたいなと思ってるんで、よりこうどんどん声を聞いていく機会っていうのを設けていけたら、とても楽しくなっていくかなと思っています。ありがとうございます。ではちょっと20分という短い時間ではありましたけれども、岸 D 派のメンバーとソリッドのメンバーのトークセッションということで、皆さんにもちょっとこのプロジェクトに未来を感じていただけてたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続々と質問やコメントが書かれているので、登壇者の皆さんもよかったらコメントを見てみてください。はい、ではここからは最後のコンテンツになります。はい、皆さんコメントでもたくさんいただいたんですが、じゃあこの病院服いつできるのとか、これからどうなるのという展開についてご紹介できればと思います。そして9時を回り、9時以降は Q&A タイムになりますので、今のうちに質問を考えていただいてもいいですし、ぜひぜひ一緒に楽しんでもらえたらと思います。では、はい、今後のスケジュールなんですが、今は8月5日ですね。先月プロトタイプ1回目が終わりました。なので、8月中に 30% ほどの完成を目指し、調査分析やプロトタイピングを続行していきます。そして9月にはオンラインでキシリ派の皆さん SDX SOLIT で確認調査の繰り返しをして 50% 程度の完成。そして10月ぐらいには患者さんにもう一度来ていただいて、患者さんからのフィードバックをもらい、最終調整をして 85% 完成。そして11月にほぼ完成ぐらいのところまで持っていき、必要分の生産が開始できればいいなと思っていて、そのあたりからチラシだったりウェブサイトの制作も同時進行で、皆さんにこんなものができたよというのをお伝えできるように、お伝えするための準備も始めたいと思っています。そして12月年内には患者さんに来てもらえるように、99.9% ぐらいの完成まで向かおうと思っていまして、ここなぜ 100% にしていないかというと、この病院服私たちもこの短期間で作るからには完成をできる限り目指すものの、いつまでたっても完成しないもの、いわゆるサグラダ・ファミリアのような常にアップデートし続ける服だと思っているので、わざと 100% とは書いてないということです。なので継続的に患者さんにお話を聞きながら、ブラッシュアップをしながら、より良い服を作っていくことを目指しております。そして実は先日キシリ派のセラピストの皆さんと私たちでアイデアブレストなどもしていまして、この病院服にとどまりません。すでにいろいろ始めていたりだとか、じわじわとやろうと思っていることがたくさんあります。大門さんもマイクオフにしていただいて、一緒にちょっとここ紹介していければと思うんですけど、先に私がこの6つ代表的な6つをサクッとお伝えしますね。まずはリサーチとして衣服と社会参加に関する共同研究を始めていたり、衣服を通した医療福祉ケア人材の育成プログラムがあってもいいよねとか、課題解決された服のシェアリングコミュニティのようなものがあってもいいですし、サステナビリティという文脈では廃棄を前提としない人権にも配慮された病院服の循環システムを作ろうと思っていたりだとか、あとは出産後や休職後のセラピストの皆さんが遠隔でファッションを通したケアができるようになれば、体力がなくなったとしても遠隔でのセラピストの新しい働き方を創出しても面白いんじゃないかとか、あとはファッション外来のようなものができたらいいよねとか、このようなことをワクワクと話しております。オンモンさん、気になるところとかおすすめありますか？そうですね、先ほどコメントにもいただいてた行く場所がないっていうふうにも、おしゃれして行く場所がないのも問題ですよねってチャットでいただいてるんですけども、そうした意味でもやっぱりコミュニティのところっていうのは、個人的にはすごく強い思いがあります。で、なかなかこの現代らしい人の社会参加やコミュニティの形って何なのかっていうのをずっと考えてきてまして、何かこのプロジェクトでそういったことができればいいなっていうのは思っています。で、もう一つがですね、結構今日のこのキーワードとして社会参加っていうワードがいくつか聞こえてきたかなと思うんですけども、そうした時にじゃあ重度の障害者の方とかどうやって考えるんですかっていうふうに結構ご質問いただくことがあります。で、そこに関しては一人で体を動かすことはできないかもしれないけど、例えばこの服を着ることで、まあ、お孫さんであったり、例えば周囲の方をまあ笑顔にする役割であったりだとか、まあ、華やかなこの服を例えば着ることで、その場をこう明るくするとかですね、そういった役割っていうのもあるんじゃないかなと僕は思ってまして、まあ、そういったことも、なんかこのプロジェクトで何か実現できればいいなと感じています。うんうんうん、ありがとうございます。そうですよね。なんか私たちはあくまで病院服は一歩目だと思っていて、病院服を通して学んだことでいろんなコミュニティを作ったり、むしろセラピストの新しい働き方を作ったりとか、展開がこんなのもできるんじゃないかと、この前ワクワクとブレストをして、なんか100個ぐらい付箋出てきましたもんね。そうですね。みんな本当にワクワク生き生きとしてましたね。あの時本当にすごいいい写真も撮れましたし写真後ほど最後のページにその写真載せましたなんかこんな感じで私たちもキジリハの皆さんももちろんそうですし、 SDX 研究所の皆さんと私たち3社共同でいろんなことをチャレンジしようと思っているんですが、もちろん3社だけでは大きく社会は変わらないと思っているので、ぜひぜひ今日参加いただいている皆さんもこんなことだったら私たちもできそうだったりだとか、みんなで一緒にいい社会だったりいい世界にしていけたらいいなと思っております。そしてそんな最新情報を知りたい方は、栄新会のインスタグラムとSOLITのインスタグラムで随時最新情報を発信していこうと思っているので、ぜひインスタアカウントフォローしておいてください。では最後になりました。ここまででちょっと一方的にお話しさせていただいたんですが、ここからは Q&A に行きたいと思います。なので聞きたいことがあれば、もし声を出して聞きたい方がいれば手を挙げてマイクオフにしていただいてもいいですし、チャットに質問をいただければそれを拾い上げて9時20分ぐらいまで質疑応答タイムにしたいと思います。では共有を停止してお話をできればと思います。では何か質問ありますかね。そうですね。少し大門さんが答えてくださっているところもあったんですけど、北浦さんから日本ではこのような研究って他にはないんですかって質問があったんですが、大門さんコメントを返してはくださってるんですが、よかったら声に出してフィードバックというかご回答お願いします。そうですね。調べた中ではリハビリテーション分野ではこうした研究は国内では、まあ、ほぼ皆無じゃないかなと思ってまして、で、まあ、海外の方でも、なんて言うんでしょう、それこそコメントにあったチャットしていただいてた靴とか装具、そうしたまあ研究っていうのは脳卒中の運動麻痺の方や糖尿病の方々の対象とした研究っていうのはあるんですけども、なかなかこの服ですね、服に関してはすごく少ないのが世界的にもまだまだ少ないんじゃないかなというのが現状です。ありがとうございます。これが少しずついろんな事例だったりデータが私たちも収集したり公開して多くの人がチャレンジできる市場になっていくといいですよね。ありがとうございます。田原さん、質問ありがとうございます。そしてちょっと上からいきますと、美穂さんという方からご質問をいただきました。美穂さん、ありがとうございます。美穂さんからの質問を読み上げさせていただくと、販売価格の目安はどれぐらいを想定されていますかというご質問をいただいていて、それ以降もぜひ安価でお願いしますというコメントなどもいただいております。もんもんさん、ざっくり価格帯、もし決めていればその価格帯ですし、価格決めていなければ、その価格設定の方向性、どうやって検討しているのかなどが教えてもらえたら嬉しいです。そうですね、まあ、このあたりはまだはっきりと決まっていなくてですね、これからまあ、岸和田リハの皆さんであったりとか、あと清和会の関係者の方々といろいろ相談しながら決めさせていただきたいなとは思ってはいます。ただまあ個人的な思いとしてはね、最終的には購入型というよりかは、まあ、レンタルができたりだとかまあ、購入して廃棄しちゃうっていうこのリニアですね、もうそういったことはなくしていきたい、循環的にそういう廃棄をなくしていくようなそのサイクルっていうのはぜひソリッドさんと作っていければ嬉しいなと思っています。ありがとうございます。ちなみによかったら伊藤さんも価格設定に関してはキジリ派だったり SDX 研究所の皆さんが設定するかもしれないんですけど、服の価格が最近それこそ安い価格のものがたくさん売られている現状に対して少しずつ質を求める時代になってきたりとか、いろんな変化があると思うんですけど、アパレルに携わる身としてその服に関しての価格だったりだとか量に関してよかったら意見というか発言をお願いします。そうですね、今ファッションの業界自体はなかなか今いろんなところで、環境問題の話と含めて取り上げられることが多くなってきていて、働く人の、人権っていうのが今まで目にされていなかった縫製の人たちだけではなく、綿花を栽培する人であったり、よりその原料に従事する人たちの生活も本当に守られてるのみたいな話まで掘り下げられることが多くなってきたと感じてます。で、やっぱり服が安く作られているっていうことは、つまりどこかの部位でなんか労働搾取をされている状態には変わりないので、このあたりの適正化をしていく上で、これまで通りの、とにかく安いものっていうよりかは、適正な価格のものっていうのが本来どこにあったのかなっていうのを、考えながら作っていけることが大事かなと思っていて、ただそれが買う人にとっての負担になるっていうのをこれもまた違うことになってしまうので、この一番の折り合いのところはどこであろうかっていうのが考えていくべきポイントかなと思ってます。ありがとうございます。そうですね、服を作るにおいてできる限り安くと思うことが、やっぱり着る側として買う側としてはあるんですけど、そうすることによってどこにしわ寄せがあるのかもちゃんと理解した上でみんなで幸せになっていく服が作れたらいいなと私たちも思っております。そしてたくさん実は私にダイレクトメッセージで質問をいただいているので読み上げたいと思います。はい、色味や素材の選定、中尾さんという方からご質問いただきました。ありがとうございます。質問は色味や素材の選定時はどのようにしましたかという質問をいただきました。色味や素材の選定ということは伊藤さん、よかったら回答お願いします。色味は正直まだ今からこの間はプロトタイプで初めて患者さんに来てもらうというところで、素材感ですね、その伸びであったり、シワになりにくさであったり、あとはその素材自体が持つ機能ですね、例えば鉱石を練り込んでなんか赤外線効果で体が温まるであったりとか、それこそ冷感であったり、そういったもの何がいいのかなっていうのを探している状態で。で、色に関しては、その時の着用の時にもちょっと青が着たいなとか、これ何きつきだったよねみたいな話を聞きながらとか、あとは岸和田のカラーとか、そういったものとかを含めてなんかこう選んでいけたらいいなと思ってるんですけど、素材に関してはとにかく着心地重視のところで今のところは考えていて、それにさらに体をケアするようなものがついたらいいなと考えてます。で、色に関しては、ここからのいろいろなヒアリングで決めていきたいなと考えてます。ありがとうございます。そしてさらにこれは大門さんか沢井さんだと思うんですが、ペルソナは設定しましたか？この服を開発にするにおいてペルソナは設定しましたかという質問をいただきました。そうですね。沢井さんどうですか？ごめんなさいね。ペルソナって対象？そうですね。対象、ターゲットだったりだとか、具体的にこういう人の課題解決をしようと思うみたいな対象の、属性なのか、どういう人を対象にしているのかですかね。僕でいいですか、小栗さん。じゃあ、すごいこれに関しましては、岸和田内で、かなり議論をさせていただいたところなんです。最初の方はやっぱり脳卒中の方が多いっていうところでして、そこをターゲットにした方がいいんじゃないかなっていうところをしたんですけど、結局のところやっぱりそこだけだと、当てはまるケースが少ないんじゃないかなっていうところでして、比較的、僕が思ってるところでは、軽度な方っていうところと、ちょっと外に帰ってから出ていくであろう人っていうところをまずターゲットにして、そこにちょっと服が、着ることに対して困難を感じている人っていうようなところで考えてます。はい、ありがとうございます。皆さん補足はないですか？大丈夫ですか？はい。では引き続き本当に続々と質問いただいております。トップスパンツ以外に作成しますか？またそしてそれはユニセックスサイズでしょうか？という服に関してなんですが、どなたが答えるといいですかね。いつおさん答えられますか？そうかなと思いました。そうですね、今はまずトップスとパンツで考えてるんですけれども、季節によってやっぱり院内にいても少し肌寒いとかいう話もあるので、アウターの中でも、部屋からちょっと外に出るぐらいまで着られるものであったり、要望に応じてですけどワンピースタイプのものとか、そういったところが考えれたらいいかなとは思ってます。で、サイズに関してはなるべくそのユニセックス含めたフリーサイズが理想形かなと思っています。で、なんで、とはいえ190センチの人と140センチの人は同じではないので、そこの適性が2つなのか3つなのかというところで、サイズを決めていけるのがいいかなと考えています。ありがとうございます。あとはさらにまだまだ質問があります。北浦さんから一般販売はいつからでしょうかという質問と、同じくダイレクトメッセージでいただいているのは何枚ほど生産される予定なのでしょうかという質問をいただいています。このあたり、大門さんですかね。一旦まずは100着を考えております。で、一般販売っていうのはこれはどういうことかな。そうですね、多分今キシリハの、患者さんに向けたを対象とした商品作りになってるけれど、それ実は外でも買いたいんですけどっていう方にはどうやったら買えるかだったりだとか、そういうことも想定しているかって質問ですかね。これは美咲さん助けてください。これ結論から言うと決めていないだと思うんですね。ただこれはめちゃくちゃ嬉しい質問で、求められれば作るという感じだと思うんですよね。私たち基本的に大量生産をするということはなくって、必要とされれば作るという形がメインの動き方かなと思うので、まずはキシリ派の皆さんが幸せになってもらい、その後必要だよ欲しいよって言ってくださる方の声が多ければ展開する可能性もあるっていう感じですかね。そうなったらいいなって感じですよね。そうですね。なんか外からそうか、あれっていうオーストラリアのことってどうですか？オーストラリアのそうですね。私ソリッドの動きとかもあって、オーストラリアのリハビリテーションだったりだとか小児科の方とかもうちでも作ってほしいとかお声がけいただいてたりもしていて、多分まだまだ何も決まってはないんですけど、今やっぱり作ってるのが日本人体型といいますか、日本人っぽい体型の方を中心としているので、どんどん体が大きくなるとまたデザインも変わってきたりだとか、その土地柄のなんて言うんでしょう、季節の移り変わりとか湿度温度によってまた必要な生地だったりも変わるかもしれないので、それはつどつど微調整はしていかなければいけないのかなと思っていたりします。はい、そしてまだ残り5分ぐらいあるんですが、さらにまだ質問が来ております。能見さんとお読みするのかな。能見さん、ご質問ありがとうございます。ちょっと長文なので読み上げます。ワクワクするものを着る、着たいものを着ることで社会参加につながるという考え方がとても素敵だなと思いました。今後こういう企画に参加したいと思っているのですが、今後企画を進める、広げていく中で新しく人員を増やす、募集する可能性はあるのでしょうかという質問をいただきました。増田さんが拍手をしている。多分これ私が結論だけ言っちゃうとまだ決めていないだと思うんですが、増田さん何か希望だったりだとか、こうあるといいなということはありますか？そう言っていただけてまず嬉しいなっていうのは一つで、数まだ決まってないのもありますけど、まあ、うちの病院だけじゃちょっとこう見えてる視点とか少なかったりとかするので、他の病院であったりとか一般の方の意見とか交えていくことが将来できればもっといいものができたりするんじゃないかなと思います。ありがとうございます。確かにそうですね。多分どう募集するかとかまだまだ決めてはないんですけど、仲間を増やしていけたらいいですよね。ありがとうございます。のみさん、ありがとうございます。ご質問。他に何か質問がある方いらっしゃいますか？今多分いただいている質問はこれでお答えしきれたかなと思うんですけど、もし見落としているものがあれば教えてください。そうですね、多分答えしきれているはずですかね。他に皆さんから何かお伝えしておきたいこととか気になるコメントだったりありますか？ありがとうございます。室井さんからご質問いただきました。ありがとうございます。おしゃれに関してご家族からの感想などいかがでしたかという質問をいただきました。これ、キシリ派の皆さんからお答えいただくこと可能ですか？あ、奥間さん、お願いします。はい、そうですね、この訪問リハビリの現場で、聴取した内容にはなってしまうんですけど、やはりこう出かける服のその選択肢が少ないっていうのは家族さんも言われてまして、どうしてもやはり同じ服装、同じ素材のものであったりとかで行く場所もどうしても決まってしまっているっていうところの意見はすごく多かったのかなと思います。なので、もう少しこう選択肢がいっぱいあって、その服によって、ここに行ってみたいなとか、ちょっと遠出をしてみたいなっていうところっていう、こう選択肢が増える、要望が増えるっていうところが、やっぱりご家族様の望まれていることなのかなと思います。ありがとうございます。ちなみに澤井さんや増田さん、今のことに関して、追加だったりだとか思うことありますか？そうですね、特にもう奥間さんが言った通りなんですけど、逆に言うと、今後ですかね、家族さんの意見をどうやって聴取するかっていうところは、すごく重要なポイントなのかなと思ってまして、特に病院ですけど、やっぱコロナ事情があるので、そういった中で今までであれば一緒に見ていただけたっていうところが、それは今後の課題なのかなっていうふうに感じてますので、そこはぜひ何かしらの形で、こうオンラインなのかとか、いろんなアピールの仕方っていうところは、ぜひ検討していかないといけないのかなっていうふうには感じています。増田さん、何かあれば。そうですね、感想否定的なところをちょっと言うと、なんかこう着にくいからこの服持ってきてくださいとかお願いすることが結構あって、それもやっぱりこうご家族のストレスとかになってることもあるんじゃないかなとちょっと思ってたりするので、そういった視点でもこう入院中どちらの双方においてもストレスを感じなかったりで、さっき澤井さんが言ってくれたみたいに、これを持ってきてもらった服であったり、こう購入した服を着たところを見てもらう機会を設けたりして、悪い方向からいい方向に持っていけたらいいんかなと思います。ありがとうございます。室井さん、質問ありがとうございます。他に皆さん質問はありますか？大丈夫そうですか？もし何か質問があれば、先ほどお伝えしたこのチャットにも入っているインスタグラムの URL2 つ伊藤から投げていますので、そこの DM で質問いただいてもいいですし、何かあればいつでもご連絡いただければと思います。では本当に最後になります。今9時20分を回りました。残り10分となります。Q&A 皆さんありがとうございました。そしてこれ先ほどおもさんがおっしゃってた集合写真なんですが、本当にこちらの写真実はツイッターで投稿した時に他のリハビリテーション病院の方だったりだとかセラピストの方からこのコロナ禍で皆さんが大変なタイミングではあるもののこうして笑顔で働かれている人が多いということ自体がとても素晴らしいことだとコメントいただく方もたくさんいらっしゃいまして、私たちもこのコロナ禍で本当に大変な思いをされている方たくさんいらっしゃるんですが、少しでも笑顔の人が増えたらいいなとか、私たちができることは何かを日々考えておりますので、ぜひぜひ一緒にチャレンジしていけたら、ワクワクしていけたらいいなと思っています。岸和田リハビリテーション病院と SDX 研究所SOLITそれぞれ Facebook、Twitter、インスタなどもやっていますので、ぜひぜひフォローだったりだとかコメントをお願いします。これで以上になります。では最後に登壇した一人一人からコメントをもらって終了をしたいと思います。では自己紹介をした順番にしたいと思います。では、澤井さん、お願いします。僕からですね、感想でよろしいですかね。すごく緊張していたっていうか、みんなそうだったんですけど、岸和田全体として、どういう感じになるのかなっていうような。ドキドキ感すごいあったんですけど、いろんな質問していただいたりとか、そういった中で逆にすごく気づく部分もあったなというところだとか、何かある意味岸リハ SDX ソリッドさんというところで、すごい、この先も頑張っていけそうだなっていうところは感じたところがあるので、ぜひ協力しながらいきたいなっていうところと、まだまだちょっともっといろんな人が関わってやっていけたら、さらに大きなことができるのじゃないかなっていうふうに、今日本当に感じたところです。ありがとうございました。ありがとうございました。では次に熊さんお願いします。はい、すごく緊張しておりまして、背景が逆っていうところも少しやらかしてしまったところではあるんですけど、こういった取り組みっていうところを、知っていただけるすごい貴重な機会だったのかなっていうところと、あとはその病院だけではなくて、この訪問の現場っていうところの意見っていうところも、まだまだ少ないのかなっていう印象ではありますので、ぜひ全国で、訪問リハビリに携わっている方からも、そういったこういうことに困ってるとか、こういうことをしてほしいとかっていう意見があれば、ぜひ聞かせていただきたいなっていうのはありました。で、あとはこういった取り組みを、今後も継続して続けていけるように、ソリッドチーム、岸リハのソリッドチームですかね、も含めて、みんなで一緒にコロナに負けないように頑張っていこうかなと思ってますので、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして増田さんお願いします。ミュートになってるかもしれないです。はい、今日はもうこういった機会でお話しさせていただけて、まず光栄で本当にありがとうございました。ちょっと言葉足らずなところもあったと思うんですけど、非常に楽しく聞いていただいている方ともいろんな意見交換ができて。すごい楽しめました。で、本当にこれからまだ第一歩なので、少しずつ皆さんと歩んでいけたらと思いますし、こういった機会から学んだことということを、いろんな場面で、病院でしっかりこれからの人生に生かしていけたらと思っております。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして大門さんお願いします。はい。そうですね、もうすごく真面目なコメントになっちゃうんですけど、このプロジェクトって5月ぐらいからスタートしたんだと思うんですね。で、3ヶ月で、ここまで形になってるっていうのは、やっぱりすごいたくさんの方々のこのご理解とご協力なしではなかなかここまで来ることなかったなというふうに思ってます。なので、そのソリッドの関係者の皆様もそうですし、モーニングアフターカッティングマイヘアの皆様もそうですし、岸和田リハの関係者の皆様や、もちろん患者さんですね、で、セラピストの現場の皆さん、であとは SDX の、研究所並びにその医療法人清和会のさまざまな関係各所の皆様にですね、すごくこの場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。そしてまた引き続きご支援していただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてでは伊藤さんお願いします。はい、本日は1時間半ありがとうございました。なんか皆さんこのプロジェクトに関しての感想をいろいろ言っていただいたんで、ここは岸和田にこの間一回行かせていただいて、なんて悪意のない人たちが集まったとこなんだろうなって思ったのがすごく印象的で、なんかやっぱり日常生活していく中で誰かを何かどうしてやろうみたいな人たちがいる中で、患者さんたちのためにこうしていきたいんでこうあろうよっていう意思を持った人たちが集まってるってすごいことだなと思ってて、なんか患者さんとのコミュニケーションの取り方とか距離感とかもなんかとてもいい雰囲気を感じたので、なんかそれをこういった服の中でもその患者さんにも同じようなテンションで関わっていけるようなことになれたらいいなって思いながら、皆さんの真面目なコメントにふわっとした感想を重ねてみます。ありがとうございます。はい、じゃあゆきお願いします。本日は1時間半ありがとうございました。私も緊張するとすぐ早口になってしまうので、聞き苦しいところもあったかと思うんですけれども、こうやってキチリハのメンバーの皆さんと一緒にこのプロジェクトができていることもすごく嬉しいですし、こうやっていろんな方にこの私たちがやってるプロジェクトを知っていただけるっていうこういう機会があったことも本当にすごく嬉しいなと思ってます。やっぱり病院って大きな組織だと思うので、その中の何か一つを新しく変えていこうっていうのは多分すごく大変な取り組みなんじゃないかなと思っていて、岸和田リハビリ病院に邪魔した時に院長の方もはじめ皆さんとても本当に何て言うかな、新しいチャレンジにとても意欲的っていうのをすごく本当に感動しております。これからもこのプロジェクトもそうだし、他のことも一緒に素敵な未来を作っていけたらなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そして私も本日一日司会進行させていただいたんですが、分かりづらいこともたくさんあったかとは思いますが、ぜひこの動画はすべてアーカイブをして後ほどYouTube かどこかにアップしますので、また聞きたいなとかワクワクしたいなと思う方は何度でも見ていただけたらと思いますし、もしよければこの取り組みを知ってる人が増えていただけたらいいなとも思っているので、ぜひ興味がありそうな方とか服に関してお困りの患者さんだったり方がいらっしゃればお伝えいただけると、いつか誰かの希望になるかもしれないですし、いつか誰かの夢が叶うかもしれないなと思いながら日々活動していますので、ぜひ皆さんご協力をお願いします。では残り1分ぐらいですね。ちょうどいいかもしれないので、ここで締めさせていただきます。皆様、今日はご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、では引き続きよろしくお願いします。これで以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではじわじわと皆さん出ていっていると思うんですが、メインスライドに変えておきます。たくさんのコメントありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。夜遅くまでありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では今残っていらっしゃる方をすみませんが待機室に戻してしまいますね。ありがとうございました。ではよいしょ、少々お待ちください。ではこれで終了したいと思います。録音を止めさせていただきます。